ハマナイスゲーム井上です。ガンダムブレイカーモバイルやっていきます。今回は近日開催予定のお知らせ見ていこうかなというところで、時代の操縦というところで、こちらですね、登場しております。ダブルバレット AG2 ダブルバレットがね、今回実装されました。非常にね、魅力的な機体になってるんじゃないかなと思います。見た目も非常にかっこいいですね。それに伴ってガンブレフェス新 AI パイロットピックアップガシャ開催ということで、これね、去年からね、楽しみにしていました。ジーセルフのパーフェクトパック装備型、実装されましたね。ついに来ました。そして、奇襲ニコンガンダムビーストモード、星5。こちらの方も実装されております。AI パイロットアスランザラデスティニーバージョン、テリー・サンダース・ジュニアというところで、第08招待のファンでは、もう、胸を熱くしてるんじゃないかなと。カレンに続きね、来ましたね。サンダースさん。この人もね、いないとね、08招待は、成り立たないんで、めちゃくちゃ嬉しいですね。で、特に今回注目はね、やっぱり、G セルフのパーフェクトパックですね。もう、商品化としてね、ガンプラとしても、フィギュアのね、アンサンブルとしても実装されてるんですけども、非常にかっこいい。クリアパーツをね、もう細かく使われてて、本当に綺麗な、ガンプラになってる作品になってます。まあ、それもね、何よりね、精度、ちょっとね、はっきりって言っちゃうと、ネタバレにもなるんですけれども、敵をね、自動的に攻撃しながら、自己再生を行うような機能がね、ついてるっていうのが、大きな特徴ですね。むちゃくちゃな、ターンAガンダムみたいな、ターンAガンダムよりはあれかもしれないけど、ターンAガンダムバリに、むちゃくちゃな性能を誇ってる、モビルスーツです。ただこれは今回のはガンプラなんで、ちょっとね、その辺はね、抑えられてるところはあるのかなと思うんですけれども、今、まあ本当に実際に本当、てかめちゃくちゃ強いモビルスーツ、ガンプラいっぱいいますんで、それにこう比べるとどこら辺までいけるのかなっていうところなんですけれども、ただね、この見た目がね、ちょっとね、非常にこう、なんか、不敵な笑みを微笑んでるんじゃないかなっていうぐらいな感じですね。めちゃくちゃ強そうなイメージでしかない、そんな感じでございます。井上 TV ショー、今回はガンダムブレイカーモバイル、お送りいたしました。ご視聴最後まで ありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。